はい、お願いします。お願いします。片岡さん、はい、もうシーズンも終盤ですが。早いね。はい、早かったです。うん、今日は、はい、パリーグのバズった選手、今年バズった選手を。ちょっと待って、はい、バズるとは。バズるっていうのは、うん、大ブレイク。あ、ブレイクね。はい、あの吉田さんがもうブレイクと俺のもうブレイクまた違うやん。そうですね。うん、面白いかも分からない。大ブレイク、バズった選手を、うん、今日は。まあ、あのピンと思い浮かぶのは、私はやっぱり宮城くん。せやな。はい、まあ、誰ももちろんいいもの持ってたんであろうけど、うん、ここまでとは思ってなかったね。いや、なんか私プロ入る前から注目していて、うん、まあ、去年の投球内容を見ていて、うん、あんまり良くなかったので、あ、まあ2年後ぐらいかなと思ったんですけど、うん、ここまでもう完璧なピッチングをシーズン通してですからね。突然ボーンと上がったな。はい、あのボール見た時にやっぱりなかなかね、高卒2年目であれだけのボールを投げれるピッチャー、はい、また制球力がええやん。そう、コントロールがいいよね。で、器用、はい、で、なんかなあのシーズン始め負けるまでだって髪の毛を切らなかった高橋光成とね、はい、宮城くん、はい、で、あの宮城くんの丸坊主見てみ、かわいいんですよ、あれが。昔丸米味噌ってあったやんか、はい、触りたかったね。慣れたくなっちゃいますね。しかもなんか、ま、マイメロのリュック使ってるんですよ。なんかさ、謙虚さがええやん。いいですよ。ほんでなんか2000万寄付したんやろ。すごいよ。いいですね、本当に。すごいと思うよ。涙出ますよ。なかなかそういうことしたくてもできないやん。はい、見習おう、俺たちもな。見習います。宮城くん、まあ宮城やな、はい、うん。2年目。大ブレイクやな。大ブレイク、ね、今大ブレイクじゃ何だっけ、バズる。大バズりです。大バズり。大バズりです。そういう中では、はい、大バズりって言ったらね、まあ同じオリックスで、はい、俺ラオウも大バズりと思うよ。大バズりですね。やっぱ今年こうやって大バズりがポンと出てくるのがやっぱりオリックスの選手が2人出てきたということ で、ね、オリックスはやっぱりこの順位にね、怪我人が出てるけど、はい、来たよね。北くんもまあ新入団ではありますが、高卒1年目でやっぱあれだけ触れるっていうのはね、はい、楽しみやな。そうですよね、うん、やっぱオリックスはいい選手として多かったですね。だそれにやっぱりね、これ福田とか宗もバズった方と思うで。そうですね、やっぱあの 1、2 番がすごくやっぱり機能したからこうやってグッといったし、打率は低いけど紅林なんていうのもね、ショートでやっぱり固定して使えるようになった、監督首脳陣が使おうと思うようになったっていうことが大バズりやろな。大バズりですね。まあオリックスバファローズ自体が今年最下位から大バズりですよ、本当に。うまいこと言うね。確かに大バズりやな。いや、だってここまで3位予想片岡さんされてましたけど、正直ちょっと高くないと思ったんですけども、やっぱ強かったですね。メンバーはいたのよね、はい、だそういう面ではそオリックス自体が大バズりやん、はい、俺はそのシーズン前にはね、新庄トレーニング言ってたやん。ここに新庄いたらもっとバズってんねん、お前。そうですね、ズバ抜けて優勝してたかもしれない、ね、いや、でもまあまあちょっと怪我人なんか出たけどね、はい、これだけの選手がやっぱり今年飛躍したっていう面では、はい、今言った選手が頑張ったということだよね、はい、それにね、グッと来てればロッテも賛否いろいろあったけど、この地位にいるってことはバズったよね。ロッテもバズりましたね。そういう面でやっぱりこの分業制の中ね、はい、やっぱり佐々木千早良かったですね。負けなかったやん。強かったですね。あれは吉田さん、俺の時代のソース顔というのは、あのイケメンぶりは吉田さんとかの年代から見たらどうなの。私はタイプです。好きです。ああいう塩顔系よりもあれソース顔でしょ。濃いめが好きです。俺の言う昔のええ男やな、はい、イケメンですね。なんかちょっとあのドラフト1位で入ってからね、はい、苦労したけど、この自分がプロ野球で生きていく道、はい、中継ぎというところやけど、すごくそのあの辺がしっかりしたことによって増田というふうなね、最後のクローザーにつなげる役目で1年間怪我なくやったっていうことがね、はい、なんかすごい良かったと思うし、まあそういう面で俺荻野選手怪我しなかったのめちゃくちゃレアですよね。もちろんいい選手にバズるなんていうことは失礼な言い方かも分からへんけど、はい、1年間荻野は怪我しないっていうことが俺もロッテのね、上位に行くような条件と思ってた中で、この荻野がやっぱ怪我せえへんかったっていうところは俺はバズったと思うね。よかったですね、うん、だそういう面で俺レアードもね、このロッテっていうのはレアードとあのマーティン、特にレアードは春先のよ。よかったですね。ただ波がものすごいあるんだよね、はい、そのレアードは今年やっぱりずっと頑張って、まあ2割7分8分ぐらいの打率をキープしてくれてるんで、まあ、ロッテもね、勢いが落ちひんかったという、あのさばいて寿司もね、はい、ちょっとだいぶおとなしくなってきたね、さばき方もね。そうですね、レアードとマーティンと、あともう一人、エチェバリアも、好きやね、エチェバリア。よかったんじゃないですか。ただね、ショートを外国人助っ人が守るっていうことは、珍しいですね。珍しい。ただ、あの球の扱い方っては独特のね、はい、日本で言えば適当さというの、向こうの選手はこのそういうのが柔らかいやん、うんうん、日本はこう両手でって感じだけど、向こうはこういう感じのね、スナップが効いてるというか、そう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 、だからなんかこう、憎めない。
なんか感じやね、見てたらね。可愛いですよね、なんか。まあそういう面ではチーム自体もバズってるってことだよね。はい、あとね、はい、優勝候補にしながら、はい、この段階ではなかなかね、抜け出せへんかった楽天。はい、まあ、そういう中では、まあ、俺は開幕前にその田中マー君と早川で貯金最低10から15と思ったけど、そこができなかった。マー君がちょっと、ね、もうちょっと勝ち星増えてくるかなと思ったけど、はい、この辺も誤算だと思うし、まあ、早川がもうちょっと勝つかなと思ったけど、ね、ちょっと勝てへん時期が長すぎたよね。長かったですね。だからやっぱりプロ野球の1年間戦う体力っていうのは、やはり学生時代の方ももっとしんどい練習したかも分からへんけど、やっぱこの辺の体力っていうのはこれからの課題やろね。でこれ早川投手にはあえてバズるということは言いたくないね。まだ早い。もっと宮城ぐらい勝ったらバズるってことは言えるけど、ね、バズってほしいですね。4球団競合してドラフト1のピッチャーやから、それはバズったと言いたくないね。うん、という面で逆にね、はい、ファイターズの伊藤の方がバズった気がするね。いや、バズってますね。話題ですもんね、ロジンも。なんかしたの？国際試合でたくさんロジンつけて、あれイチャモンつけたやつです。なんかでも選手よかったですね。大学の中ではまあ早川と伊藤っていうのがね、いいって言われてたけど、はい、なんかその言い方悪いけど、あそこまでいいとは思わへんかったよ。ある程度いいとは思ってたけど、またそのオリンピックでグッとなんかこう格とかを上げたよね。知名度もせんやん。はい、そういう面ではのバズったっていうことを使っていいんじゃない？はい、バズった選手だと思います、ね。でそれにね、俺ね、あと楽天で、まあ、今までもそのもうレギュラーやってるけど、これも失礼な言い方かも分からないけど、俺島内もバズったうちに入るんじゃないかなと思う。ここで島内ですね。あの明治でしょ、はい、打点王やん。打点すごいですね、今シーズン。で打率がそれで3割超えてるのは別だけど、そこまで打率が高くないんやけど、はい、あの打点っていうのはすごいね。だからその打席に入る時の集中力であったりね、その辺がやっぱり、まあ、4番任されてるのもあるし、今年なかなかその波に乗れない中で、島内は今年はソウル頑張ってると思うな。そうです、嫌なバッターだなって感じします。でしょ、チャンスになればなるほど嫌やん、はい、だから日本6分台やけど3割もっと打てるんじゃないかと思わせるようなバッターだよね、はい。楽天でオコエ選手はどうですか？今シーズン後半から活躍してるなっていうふうに私は思うんですけど、まだ早い。まさかあれをバズってるとか言わへんよ。いやでもやっぱり妹さんがオリンピックで活躍されて、妹さんがバズってもんね。まあでもさ、兄弟ですごいよね。いや、すごいなと思います。でもオコエはやっぱこのちょっと数年ね、はい、なかなか出番がなかって、はい、やはり自分も変わらなきゃいけないっていうところに来たんじゃない？来年こそバズるかもしれないですね。バズってほしいよね。欲しいです、本当に。で体がね、すごく大きくなったし、おそらく首脳陣も期待してると思うけど、はい、やはりこの周りの選手もいろいろ入ってくるし、そろそろオコエも正念場バズれるかどうかという。バズってほしいですね、うん。個人的にやっぱ西武ライオンズを推したいので。行くね。あの名前が出てきそうな気がして怖いんやけど、あの名前の前にやっぱウーネンティ選手が今年バズったかなと思います。それはあのウーでしょ、はい、ウーさんはあのバズったって言っていいんじゃない？ですよね、うん。いや今シーズン最近ちょっとスタメン出れない試合もありますけど、小バズりやな。小バズり、そうですね。でもやっぱり勝負どころで打ってくれるので、それはあるヒーローになることが多いです。それはある。なんかすごく予想以上にやっぱ頑張ったというか、はい、成績残した上では小バズり、はい、何はどこでもできますし、それはそういう面ではさ、ちょっと西武のことでまた全然全く話題変えて申し訳ないんだけど、はい、スパンジェンバーグは元気なくない？スパンジェンバーグでもこの前スリーラン打って、その前の日もホームラン打ちました。打ったけど、なんかもっとスパンジェンバーグはさ、どこでも守れるったけど、はい、スパンジェンバーグはレフト行ったりサード行ったりさしてさ、8番とか出されてもさ頑張ってるわけやん、はい、俺あれの姿勢には頭が下がるね。そうですね。でもスパンジェンバーグレフトちょっとあれなんですよね。分かる。ファンからさ、ちょっとレフトが、あ、今日レフトスパンジーかーって思います。そのね、スパンジェンレフト不安やけど、はい、本来そのレフトにいた選手が怪我してしまったから、スパンジェンにはレフトを守らなきゃいけなくなったやんか、ね、はい、若林学徒です。あれでもさ、怪我しなかったらバズってたな。いやもう大バズりですよね。あこまであの段階で盗塁数っていうのはね、20ですよ。すごいよね。すごいです。あれはあの段階ではもうバズったというね、ドラフトの4位5位の選手が、はい、あえてスタメンであれだけの活躍をしたっていうことは、まあ、バズった。小バズりか。そうですね、ちょっと短かったの期間が。そういう面ではさ、はい、岸君なんかもバズりかけたよな。そうですね、岸君あんまり乗ってこえへんね。下の方の指名から。そうやね。俺はこの2年前のね、はい、YouTube でもやっぱり岸君っていうのはね、はい、明徳の1年から見ててね、なんかこの大学に行って紆余曲折あって、はい、まあ、西武に下位で指名されてどうなるのかなっていうことを注目してたけど、なんかちょっと今年バズりかけたやん。
小走りが外野手多いですね。愛斗選手も最初の方は良かったりとか。でもさ、愛斗は小走りはちょいバズりやな。ちょいバズりですね。なんか微妙な言い回し方やけど、だから西武はちょっと小バズりっぽい選手が増えたよね、はい、そうですね。あとあの私の一押しの育成最下位から水上投手もほんまにもうちょっと注目されていいよね、はい、注目してください皆さん。もうね、彼が投げるたびに吉田さん思い出すもっと注目してほしいですね、本当に。もう少しやっぱりあの評価されてもいいよね、はい、ルーキーでその育成から来たっていうことではバズるかも、バズるかももう何でもかんでも言いたいと言ってるけど、まあそういう選手が来年グッといくと思ったらライオンズのね、はい、順位も上がってくるかも分かんないよ ね、 ね、また優勝してほしいので。ブランドンはブランドンちょっとどこにいるか分かんないですよまあまああの、まあ、2軍でせやな、はい、とかあのドラフト1の渡辺君、はい、渡辺君は結構2軍でホームラン打ってるイメージあるので、うん、ここで来年か、はい、来年山川選手のようにちょっと最初はファームで、うん、その後大バズり、ね、ああせやね。まあまあだそうやって今見たけど、はい、やっぱりその今言ったこのバズったというふうな選手が多いチームっていうのはやはり上位に来るし、なかなかそういう選手が少ないチームっていうのはちょっと今年も苦しんでるかなっていうのを感じるよね。ソフトバンクは苦しかったですね。ちょっと出てこないよね、はい、あのまあ、あの田中投手が今までいなかった中で中継ぎで1軍にいるなっていうのは思いましたけど、けどやっぱりドラフト1位で期待が大きいだけに、はい、やっぱりそれでそうそう、そんなんで、ね、俺らがバズったって失礼な言い方やね、はい、もうちょっとバズってほしいですね、うん、だからまあ来年もこの時期にあバズった選手はこんな選手がいたなとかさ、はい、去年バズったけど今年はバズらへんなみたいなね、はい、いうふうな選手がたくさん出ることを期待しましょう。はい、はい。